さて、今度こそ準備はいいな。門に触れるがいい。資格を持っているお前が触れれば開くはずだ。他の者は続いてくぐれば入れるぞ。あれ？でも伊達先輩が一回弾かれてなかった？なあ、あの時は入れなかったからな。門の向こうに入れるのは本来資格を持つ存在だけだ。お前たちは契約によって魂のつながりが強化されている。同じ願いで結ばれた人間たちとそのモナーク、ゆえにお前たちなら揃ってこの門をくぐっても問題ないだろう。なんかアバウトな感じだけど、そういうものなんだ。ギギギ、早く門を開けろ。さあ進むがいい。決意固い者たちよ、エゴを貫きその願いを果たしてみせよ。ここが門の向こう側？なんだ？何もいねえじゃねえか。おまけに何もない、寂しくてがらんどうな世界。神様、お出かけ中とか？っていうか、そもそも本当にこんなところに神様がいたんでしょうか。ギギギ、空虚で静かで何もない、あくびが出るくらい退屈な場所で面食らっただろう。見たままの通りだが、どういうこと？バニちゃん、私たちを騙したの？騙してなどいないさ。ここは門の向こう側、万願成就の神、その牢獄。ならこれはどういうこと？ここには私たちとあなたしかいない。ああ、俺たちは願いを叶えに来たんだ。いるってんなら神って呼ばれてるやつを出せよ。ギギギギギギギ、その神はずっとお前たちの前にいたぞ。もしかして。いや、でもこんなぬいぐるみが。冗談にしては笑えない。バニちゃんがその神様なの？正解だが少し違う。我の本体はこの牢獄から出られぬ。哀れな人の子に願われ、仕方なく約束したことだからな。我は化身、本物の神は我を媒介にこれから顕現する。その神にエゴと意志を示し願いを訴えるがいい。そうすればお前らの悲願は達成するだろう。
義？義義、テンポよくするための手助けをしただけだ。どのみちお前はここに来る定めだったからな。ただの気まぐれだ。ずっとここに一人は退屈だからな。神様が退屈だとは笑かしてくれるぜ。ギギ、我は絶対者。不変であるゆえに無感動でありつつも可変でもある。つまりたまには思うところだってね。ちょっとバニタス、なんだか不穏な感じなんだけど。何をするつもり？言っただろう、神を権限させるのだ。神は我であり我でない。何が起きてもいいように準備をしておけよ。何が起きてもいいようにですか？なんだか穏やかじゃなさそうだな。神は会合した者の望みを一つだけ叶える。だがそれは資格を認められた者だけだ。お前たちは資格を示さなければならない。ぶれないエゴを、確かな意志を、強固な精神を。ここは異界、精神的な世界。思想も力も、すべてはエゴや意志、お前たちの精神に依存する。ゆえにお前たちは、力でその価値を示さなければならないということだ。お前はまだ自分が願いを叶えることに不安や恐怖があるだろう。素直だな。一つ最後に我からも助言をやろう。世界の本質は空虚だ。意味も価値も何もない。意味も価値も人の作った虚飾の観念だからだ。だがだからこそお前が世界をどうしようとこの世界は拒まない。歪みや脅威なんて言葉はこの世界にはもともとなかった代物だ。ゆえにお前がどれだけ世界に歪みを生み常識を狂わせようと我は気にしない。世界の本質は変わらずに空虚だからだ。そしてある意味で世界は最初からどうしようもなく狂っているのだから。せっかくエゴと意志を持って生まれたのだ。理不尽などそのエゴ、その虚飾で塗りつぶせ。エゴこそがお前なのだから、世界のことなど気にせず思うがまま生きるがいい。そのためにお前たちはエゴを持って生まれたのだから。ギギ、話は終わりだ。あとはただ我に示してみせるがいい。お前たちの魂の輝きを。人の子よ、我が名はヨグソトース。震えろ。
そして恐悦するがいい。我は深淵なる者、一であり善、子にして軍、お前であり世界でもある者、刹那かつ延々たる存在、無空虚存在。これが神様。でもこんなのまるで悪魔。違う、ヨグソトースは確かに神。でも神は神でも邪神。なるほどな、悪魔を生み落とした張本人らしい面構えしてるじゃねえか。エゴ、誇り、意志貫いた強き者どもよ、示せ。空虚な我を彩るエゴ、空虚な我を震わせる意志を、空虚な我に惑わぬ精神を、空虚を否定するお前たちの虚飾なる願いを、全身全霊をとして告げるがいい。お前たちの魂のすべてを。後で褒めて。図が高いぞ、見定め。好きなことを好きにやっていいんだよ。上昇、虐殺だ。虚飾を示す。それはいずれ世界を。この
最後。後で褒めてください。この
出してみせる。空虚を否定する。図が高いぞ。虐殺だ。上司を虐殺だ。上司を。後で褒めてください。図が高いぞ。虚飾を示す。後で。図が高いぞ。行使する最善手を。水虐殺。後で褒めてください。心の奥に眠る大切なものは。加護。最善手を見定める。虚飾を示す。虚飾を誇る。このエゴに従う。オーダーのままに。オーダーのままに。委ねる。心得た。受けるな。オーダーのままに。委ねる。心得た。軟弱。示すのだ。滑る。ただ従う。オーダー。ただ従う。オーダーのままに。オーダーのままに。僕らこの先の未来なんて。オーダーのままに。ルールなんてどこにもない。委ねる。好きなことを好きと言って。粛清。オーダーは一つ。蹂躙しろ。我が主のため。我が主のため。なめられることや。見下される。
く。上昇。我が主のため。打ち取った。こんなものか。認めよう。お前たちのエゴ、意志、精神、その魂の輝きを。資格ある者よ、願いを告げるがいい。可能だ。だが、それはお前たちの願いではなかったはずだ。誓った願いを口にしろ。誇るがいい。よくぞこの理不尽に抗い打ち勝った。それにギギギ、お前たちと過ごした日々はなかなかに愉快で飽きなかった。じゃあな。